吉田さん、清宮さんの名前上がりましたけど、今シーズンこう、はい、キーマンになりそうな選手、もうその2人、ダブルコーチャンですよね、あもう投打、はいあのー。これ、この環境の変化で、自分の輝きを示すことが、輝けるんですよということを示すことができなかったら、悪いレッテルが各方面からやってきますね。はい あでもやれるだけの潜在能力はあるってことですね。あります。例えば清宮幸太郎で言うと、あの鎌ヶ谷の防御ネットを超える、防護ネットを超えるような、あんな打球、誰が打ってますかと。<う>はい、で、吉田晃生、あれだけ今時のピッチャー、今時の体つきのピッチャーで、あれだけ下半身のリードが強く、地面からの力を連動とともに指先に。 インパクトパワーとして与えられるピッチャー何人いますかっていうことなんですよ。はい。その持っているものが戦力に勝ったときにはすごいことになると思うす。数字的な期待はありますか、2人に。<ー>そら、大化けで言うと、うん、30本以上の2桁勝利ですよね。うんはい、でも、この世界そんな甘くないし。はい、でも、清宮はやっぱ15本以上。 悪くても、のホームランと2割5分以上の打率を絶対残せる。で、吉田康生は、月に1勝は必ずできるピッチャー。で、よく言えば規定投球回数に届く。勝ち越す。まあ、どんどん欲が出ますよね。うんうんうん。はい。最低ラインで言うと、もう月に1勝の6勝以上はしなきゃいけないですよ。残念な数字ですよ、こんなの。 はっきり言って僕、月にしようの10にしようと思ってるんですけどね。はいあの。新庄さんは、今季はテストシーズンだって、岩本さんとの対談でもお話しされてましたけど。言ってましたね。岩、はい、本さんはどんなふうに見てますか、今季。口ではそう言ってますけど、うん、そのテストしながら、絶対戦力にしてあの勝ちたいはずなんですよ。はいテテススストトだだだかかららっててそれだけエクスキューズを並べてぶっちぎりの再 選手たちが全く見通しつかなかったら、これ、周りは厳しいですよ。うん、それは親会社も黙ってないでしょうし、うん、ファンの人も黙ってないでしょうね。そう言いながら、選手たちにフラット感を強調して、スタートはフラットなんだよというのを強調して、テストで満点取ればレギュラーになれるわけじゃないですか。それを促してるんだと思います。なるほど言葉の裏まで解釈を、はい 僕はそう思います。